るはずないか。唐揚げも追加されたわ。が、その前に準備はいいか、セーブをしてもいいぞ。これが見たかったんでしょう。ああ、化け物がいるわ。イノシシの化け物がいるわ。インゴインゴ町田塗り壁石山、そこまで言われたら行く行く、脱ぐか食べ続け。10章までしかないっての知ってるから、ちょっとね、悲しいというか、もう8章までもう終わりなんだな。俺が今喋ってるだろうが。つながりーよー、つながりーよー。なんか俺さ、チーム名がカタカナのライモン、いつの間にかパワーシューターになってる。パワー系シューター。大変だ、また海にでっかい渦ができてるさ。それにしてもあの渦、日に日にでっかくなってる気がするさ。ふっふっふふ。オタク。ん？誰かそこにいるの？ああ、ああ。ついに完成したぞ。ライモンイレブン。その割れ方マジで何なんだよ。第8章、燃え上がる爆炎、豪炎寺修也大復活。それ言わないで欲しかった俺。ねえ。もうそれ言われたってことは、俺豪炎寺が復活するんだって演技しなきゃいけないじゃん。いきなり復活してさ、ってなりたかったのに。俺も昨日の夜から緊張してます。明日豪炎寺復活するってことは、俺初見みたいな気持ちで、そこは突っ込むんじゃねえぞ。俺がもし豪炎寺復活して、なんか、いやー豪炎寺って、な、分かった、今日の目標豪炎寺で泣く。今から気持ち作っていきます。俺もやっぱ女優なんで。豪炎寺、もうすぐ会えるな。お前に、お前もいいんじゃねえ。おい、ネタバレを超えてくるぞ。お前のせいでハードルがさらに上がってるよ。その ネタバレを超えてくるぞってさらにハードル上がって、そのネタバレを超えてくるぞで上がったハードルをさらに超えてきてくれなきゃいけなくなったよ、貴様らのせいで。責任取れよ。俺もうネタバレを超えてくるんだって気持ちになっちゃったからね。後ろの方でアーロンが言ってたんだ。おい、ネタバレを超えてくるぞ。せっかくしっぽりさ、ユーナとさ、マカラーニャコでさ、おい、なんかネタバレ食らっちゃったな、しっぽり話してたのにさ、後ろの方で空気の読めないノンデリアーロンが、おーい、ネタバレを超えてくるぞ、遠くの方から。そう思わせてくれる頼もしさを持った完璧なストライカーだったわ。ゴーエンジの前にさ、モーム仲間にしに行かない、みんなで。ゴーエンジ持ち寄りじゃねえか。俺はゴーエンジと約束したんだ、伝説の稲妻イレブンになるってな。きっと理由があったはずなんだ。なんで俺はそれに気づかなかったんだ。ひょっとして誰かに追われていて隠れる必要があったんじゃないか、島田紳助的な。早速出発だ、待ってろ沖縄。そしてゴーエンジ、そして石山と、その前にすごい可愛い子見つけたの。戸田、来たー、こいつだろうが。外国選手にも負けない石のようなディフェンスを目指している。これ以上色物増やすな。可愛いじゃねえか普通に。お前道端に石山落ちてたら拾って帰るだろう、動画撮るだろう。バイクで仕事の帰り道、公園の隅に段ボールを見つけた。ん？と思って開けてみると石山が入っていたってところから、 YouTube 始めるまでが最近のトレンドだぞ。あらかじめチャンネルは解説しておく。まるで石山と出会うことが分かっていたかのように。これ、お前さん方、海に近づいてはならん。沖縄っぽい BGM いいね。あ、遠藤くん見て、海に大きな渦が。デザームが関係してるだろうな。海に飲み込まれて溺れるものもたくさん出てるから、とにかく近づくんじゃないさ。まったく最近は物騒なことばっかり起こるの。この浜辺で炎をまとったような凄まじいシュートを打つ者も出るとかいう噂じゃし。せっかくだしさ、この砂浜で特訓やろうぜ。それに私たちがいること、豪炎寺君に気づいてもらえるかもしれないよね。あ、頭巻きぐそがい女。遠藤君、そろそろ特訓始める。はい。あ、メンバー変えるべきか。ねえ待って、今さ、後ろの3人ってまさかさ、塗り壁、町田、ライデン、あのハズレ合コン3人組、ライモン中サンバガラス。もう一回俺はこいつらを信じてみようと思う。ライモンサンバカトリオか。サンバカライモン。イエッホー！今何か声がしたような。イエッホー！なんだこいつ。おっと、勢いつきすぎたぜ。絶対強いよこいつ。へぇー、サッカーボールか。サッカーって砂浜でやるもんなんか。まあいいや、頑張れよ。おい、ちゃんと謝れよな。俺様の柔道くらえ。できるこいつ。すごい、あの体勢から小暮のシュートを蹴り返したぞ。さっきのサーフィンといい、あいつとんでもない身体能力だ。
ピュー、びっくりしたぜ。急にボールが飛んで、QBK じゃねえかよ。急にボールが飛んできやがったよ。よかったな、いい方の QBK だな。お前サッカーやってるのか。サッカーなんて一度もやったことない。え、俺サッカーなんて一度もやったことないけど。一度もなあ、お前サッカーやってみないか。冗談じゃねえ、俺はサーファーだぜ。サッカーには興味ねえんだ。まあやらなくて正解だな。ど素人がいきなり俺たちについてこられるはずがないからな。何？おい、この津波様を舐めてんじゃねえぞ。よし決めた、俺もサッカーやってやるぜ。ちょろすぎるだろこいつ。そっか、歓迎するぞ。名前は？俺は津波ジョースケだ。よし、津波、いやジョースケ。練習だ。寄せて引く。ボールは常に動いている。波を待つ時と同じスリルだ。あ、津波さんが東子さんからボールを取った。なんだかええ感じやん。本当に津波くんもうサッカーの基本をマスターしちゃってるわ。ちゃうちゃう、そういうことじゃなくて、見えへんか、あの二人の間に走るラブの炎が。純情青春ラブ、気をつけや。南国の男はやけどするね。気をつけや。極道の妻のさ、野際陽子に言ったし、気をつけや、南国の男はやけどするで。いいセリフを聞けた。そっか、この島のやつなのか。じゃあさ、炎の男のこと知らないか。だったらうちのサッカー部のやつに聞いてみたらどうだ。サッカーか、へへ。あー、でも悪いやつじゃないと思うな。ははーん、マジで惚れたんか。気つけや。来るのかついに。おちょっと待って、後ろのこの本当のサンバカトリオなんとかしてくれ。顔面スペックが低いぞ。なんかねえ、こんなんじゃさ、いないれ女子が悲しまない？俺の配信パチってつけてさ、うわー、稲妻イレブンをやってる人がいるってさ、パッてつけてさ、塗り壁ライデン町田って、ちょっとなんか、そういういないれ女子に配慮したチームでいくか、今日は。吹雪、レーゼ、立ち向かい。これどうよ。町田が不条理に人気意外と高い。へぇ、じゃあ町田入れとくか。こいつ、まあ、モテる女にはモテる女にはモテるだろうな。なんか、町田くんって包容力ない？いや、ダメだ。一ノ瀬はもう彼女がいるから、女人気はなくなってる。町田なんだ。体もでかいし、いい女にモテるタイプは町田。うわぁ、これが大見原中か。すっげぇ。海の上に学校があるんだ。え？サッカー部？昨日の今日で？俺、お前らとやったサッカーが忘れられなくてよ。いた、こいつ。ライモンイレブン。ウェルカムライモン中、メソーレメソーレオーメンソーレ。おーっと、炎の男の情報をタダで教えるわけにはいきませんな。試合だ、試合やろうぜ。俺たちに勝てたら炎の男について教えてやるぜ。ふん、あー、化け物がいるわ。イノシシの化け物がいるわ。早めに罠を仕掛けた方がいいかもしれん。ふんが、こう見えても俺たち大海原中は沖縄じゃピカイチ。お前、どうなってんだ、お前の触手は。ちなみにこういうキャラクターは仲間にしないからね。俺が仲間にするのは人間限定です。紹介するぜ。キャプテンの音村岳也、チーム1のノリノリ男。試合楽しみにしてるからね。テンテクテンテク。こいつ声優山ちゃんなの。豪華すぎるだろ。山ちゃんが、あ、まじ、山ちゃんジーニーでなんかそれっぽく出てたもんな。めちゃくちゃ聞きて、山ちゃんが声当ててるところ。配信終わったらひっそり調べて聞こう。行かなくていいんですか。なあお前さん、フットボールフロンティアを知っとるかの。このライモン中はその優勝校じゃが、その時とだいぶメンバーが違うんじゃ。みんな宇宙人との戦いで怪我をしていなくなってしまっての。みんなジェネシスとの試合でできた怪我がまだ治ってないんでしょ。大丈夫なの？これくらいゴーエンジのためならどうってことないさ。ウシシどれどれツンツン。いてぇ。この沖縄にはある仲間を探しに来たんじゃが、みんなその子が大好きでの。その子にチームに戻ってきてほしいと思ってあんなに頑張っておるのじゃ。お、試合が始まるようじゃ。まあ見てよ。何このクソベタベタで最高な展開。白米に海苔明太子みたいな展開。何これ、これ以上ない。白米海苔明太子卵焼きウインナー、匹敵します。あとお味噌汁少々。もうこれでいいの、朝ごはんは。くそ、ドリブルなんてめんどくせえ。ゴールに入れるならどっから打ったって同じだ。ウィヤー、何、もうなんかとんでもないもの持ち込んでるじゃん。ちゃんとライデンだ、キーパー。よかった、これで遠藤キーパーだったら俺嘘ついたことあるからね。しっかり用意してます、ライデンのエフェクト。キャプテン、僕が決める、パスを。よし、任せたぞ。吹雪、敦也につなぐんだ。敦也につなぐっす。
人格を乗っ取られてる。ふぶきくん、またいつものおっさん。監督、ふぶきくんを交換しましょう。ダメよ、まだみんなジェネシスとの戦いの結果が治っていないわ。こんな時ゴーエンジくんがいてくれたら。おい、こんなピンチなのにゴーエンジってやつは助けに来ねえのかよ。もうだ、だんだんハードルを登り始めてみんな今全員がね、こうネタバレをしてしまったことに対するなんていうのかな、懺悔の心を持って、徐々に全員、このイレブン全員が場を温めてる。くそー、なんでこんなピンチな、チームのピンチなのにあいつが来ねえんだよ。名前は言わねえけど、くそー、こんな時にあいつがいたら、おい、あいつ俺たちのこと仲間と思ってんじゃねえのかよ。どうなんだみんな。そこまで言われたら、行く抜くか、ダメージ抜くか。妹が大事なら、わかるな。相当超えてきてる、今。いつも行けない。さっきから大声でギャーギャーとうるせえやつらだ。吹雪。いや、あれは圧やか。危ない。今ちょっと、行きかけたね。こんなやっぱ、ハードル上がっちゃってるから、1時間2時間は溜めないとダメなわけや。こんな前半でポーンって蘇っちゃったらダメじゃん。わかってんの。さすがレベル5。今俺も、温め方を間違えたわ。決めるぜ。エターナルブリザード。もうほぼフードに今手がかかってる状態。フードに今手がかかってるけど、スタッフに止められてます。まだです。今出て行ってしまっては。ただのなよなよしたやつかと思ったけど、結構やるじゃねえか。もう全員気づいてるからな。もうこのピッチで戦ってる22人はあそこにゴーエンジがいるってこと気づいてるからな。ディフェンダーとしてなら負けるわけにはいかないです。うおー、なにロックウォールガンダム、なにこれ。あー、すごいすごい技だこれ。何、ディフェンス技、これキーパー技。早起きして練習してきた甲斐があったっす。ディフェンス技なんだ。おい、最後まで見ていかないのかの、エンド。ちなみにフルカバー普通に気づいていない。クソ察し悪いな。開けてるんだけどな。気づいてないふりして、ここにゴーエンジが入るんじゃないかって。俺はあえて開けてるんだけどね。ここに一人、小暮、財前、壁山、町田マジでここ出てんだ加藤さん、僕のことを忘れてもらっちゃ困りますよ。ここ本当はドモン、本当はドモンの方が強いんだけど、まあ、ちょっと訳あって町田でいきます。はっ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 は。甘いよ。大海中学真のエースストライカーはこっちなんでね。ルーズボールうまく拾ったね。おい、俺イプシロン戦で上手くなってないか。おい、てか町田のホントこれ、と打たしてくれよ久々に。まあイエーイ、俺たちの勝ちだぜ。それで、早速炎の男についての情報を教えてくださるかしら。キャン、特に貴様、お前に聞きたい。まさか炎の男なんて知らないんじゃ。まあ待ちなよ。うちのサッカー部に例の渦で溺れた奴がいるんだけどさ、そいつが炎の技を使う奴に助けられたって言うけどな、何か関係あるんじゃないのか。なあ、キャン。そいつはアムロって言うんだけど、まだ入院中なんだ。退院は明日、それまで待っていてくれよ。うん、さっきの試合さ、なんかゴーエンジが見てるような気がしたんだ。俺もバカじゃないからわかるけど、ゴーエンジ見てたぞ。でもそれならなぜ俺たちの前に姿を見せてくれなかったんでしょうか。スタッフに止められてたよ、俺見てたけど。何の特訓かを見ておこう。花村、水渡り、みんなモヒカンじゃん。オールモヒカン。何このオールモヒカンズ。ブラシヘッズ。おい、お前らみたいなモブがそんな殺人サッカーすんじゃねえよ。いけ、マジだ、マジでお前の技見せてやれ。マジのチャンスだ。いけ、マジだ。皆さん、お待たせしました。半年待たしちゃいましたね。おい、一人ワンツーって一番弱い技じゃねえか。お前、それは絶対あっちゃならねえんだって。一人ワンツーに負けるということが。いや、スーパーシコフミじゃないの。町田のお箱は、ほんとコレイトンなの。あと、レインボーループね。はい、覚えちゃった。最強の技。俺がなぜ町田を贔屓していたか、ここで皆さんがようやく理解してくれたようですね。そうなんです、この技を覚えることを僕はもちろん知っていました。あっ、おい、エンドか、探していた石山を見つけたぞ。石山はね、ちょっと見てくれが化け物だからすぐわかるぜ。匂う、ここのどっかに石山がいる。いた、石山。お前、石山だろ。わしはこの駅で10年前に出てったきり帰らぬ息子を待っとるんじゃ。その息子さんの名前を教えてもらっていいですか。私の苗字か。私の苗字は石山じゃ。
おい、なんでこんなサッカー下手になってんだよ、町田。お前、ふざけんな。お前、石山と変えるぞ、こら。てめえのホントグレート見せてみろ、俺に。いけ、町田。皆さん、どうも、半年ぶりですね。これが見たかったんでしょ。石山どこにいんだ、お前、バカ野郎。お前みたいなもんを。あったー、困った顔をしとるばいね。え、俺に力ば貸してほしいと。俺に任せとけば大丈夫でばい。はい、余裕。石山レベル10でこれってめちゃくちゃ強くない？ね、石山めちゃくちゃ強くない？レベル10でこれだよ。さよならだ、町田。今までありがとう。ここから伸びしろないよ。小4でチンゲ生えたタイプの人間か。なるほど、いいとこだな。沖縄の海がよく見えるわ。だろ、俺の一番好きな場所だ。あ、サンキュー。何でもやってみろか。前に万有寺の監督からも言われたっけ、ゴールキーパー以外にも可能性があるかもしれない。いや、あの遠藤さん、俺もう半年前からあなたのその才能に気づいてました。ずっと言ってました。俺はこのままじゃキーパーとして全然ダメだ。じいちゃん、俺はどうしたらいいんだ。遠藤、前だ。前に出るんだ、勇気を持って。このシュート、この感覚、まさか。この前の試合見てたんだろ、俺たち強くなっただろ。なあ、ゴエンジ、また一緒にサッカーやろうぜ。いるはずないか。唐揚げも追加されたわ。もうねえ、さっきのストーリーに足らなかったもの何かなって考えてたので、この展開だった。あの白飯、梅干し、白飯に梅干し、海苔、ウインナー、明太子、お味噌汁にさらに唐揚げが今追加された。男が人生で一度でいいから言ってみたい言葉ナンバーワンだからね。いるわけないかが1位だからね。俺と一緒に墓に入れが2位。俺もいつゴーエンジ来るんだ、ゴーエンジ来るんだ、構えちゃってるわ。いつゴーエンジ来るんだろう。あ、いた。あ、こいつだ、こいつだ。だから監督、さっきから言ってるじゃないですか、溺れた時確かに炎の技を使う通り助けられた気がしましたけど、でもそいつの顔までは覚えてないって。確か灯台がある方へ向かった気もするんだけど。あ、いるじゃん、いるやんけ、もういるやん。あ、ごめん、急いで、こっちです。こっちでヤンスに見えた。お前かいと思った。裏で糸引いてたのはてめえか。これ落とし物かな。匂うな。確かに、なぜ匂ったかっていうのは、あのペンダントは稲妻イレブン1でライデンの回しの中に入れてたからね。相当10日間回しの中にずっと隠し持ってたからな。灯台の管理人のおじいちゃんが、キャンちゃんがフードをかぶった男の人と灯台に入るのを見たって。まさかキャンのやつ、キャンのヤシ、そのフード男に誘拐されたんじゃねえのか。うわ、ほんと真っ黒焦げだ、このボールの焦げ方。それじゃあこのボールがこれあるってことは。そう、忘れてた、イラストで思い出した。なみな、ソメオカのことも忘れないでやってくれ。ソメがなんか一番スーってフェードアウトしてっちゃったんだけど、俺忘れてないぞ。ソメ、学校へ行って監督に鍵をもらってくる。あの様子じゃ監督を倒してでも鍵を奪うかも。ってそれはやばいな。僕はここでキャンプ、あー、いやー、くそ、ここで加藤純一12年フルボイスの歴史が途絶えました。今まさに飛ばしちゃった。それで鍵は津波に渡しちゃったんですか。渡すしかないだろ、俺だって命は惜しい。入れ違いになっちゃったね。津波くんはもう東大についてるかもしれない。あ、ついにゴーエンジに会えるかもしれない。俺たちも急がなきゃ。ベストメンバーで行こう。遠藤町田塗り壁。遠藤町田塗り壁石山。みんな言わないでね、私たちのいない入れを返してください。いない入れをバカにしないでくださいって言わないでね。もうこれからはもうずっとこれでいきます。遠藤町田塗り壁石山で。本当は遠藤のところをライデンに変えたいけどな。ライデン町田塗り壁石山で行きたいけどね、本当はね。勘弁したるわ。いいからどけ、やつを追っかける。行かせない。おい、おめえら、フードの男が逃げやがった、早く追っかけろ。ダメ、絶対に絶対に行っちゃダメ。キャンもあの渦のせいで溺れそうになったことがあるよ。その時あの人に助けられた。あの人に何かお礼がしたいって言った。そしたらあの人は身を隠して特訓ができる場所が欲しいって、そして自分がここにいることは誰にも言わないでほしいって、特に来門中の人たちに言わって。身を隠すってあいつ誰かに狙われてたのか。この部屋、ゴーエンジの匂いがする。
こいつ結構匂いで人を判断するタイプだよな。おい、絶対、おい、嫌だよな。最終回さ、本当に染岡このまま出てこなくてさ、修学旅行を休んだ時みたいにさ、切り取られてさ、稲妻イレブンの、やったぜ大団円の中の右上の空のところにこいつだけさ、くり抜かれてさ、俺もいるぜ。こいつもいたぜ。過去形で終わらせたくねえ。ソメ、お前も絶対帰ってこいよ。なんだ、渦の音だ。今までよりもでっかい。さあ、なんか来るぞ、こら。あの人は、きっと来る。友達のためなら、何があっても、きっと。いや、俺も来るやつわかるぜ。だってさ、デザームがさ、ついにこの技が完成したぞって言ってたじゃん。デザーム来んでしょ。やべえ、セーブすればよかった、くそー。でもデザームならセーブさせてくれるはず。俺は信じてるぜ、デザーム。ついに復讐の時は来た、ライモンイレブン。え、なんか顔がちげえ。貴様らには再び会う日を待ち、どれほどの時を過ごした。なんか顔痩せてない。この沖縄の地は我々の特訓の場よ。そこにミスミスやってくるとは、これもまた運命。我らはもうイプシロンではない。さらなるパワーアップをし、イプシロン回となったのだ。我々は雷門中に勝負を挑む。が、その前に、準備はいいか、セーブをしてもいいぞ。よし、俺も力を貸すぜ。あんな宇宙人にでかい顔さしとくわけにはいかねえ。そこなくちゃ、いいですよね、監督。え、毒に任せるわ。よし、みんな、早速試合の準備だ。今日こそ決着をつけるぞ。ああ。超優しい、デザーム。毎回準備させてくれんの。ゴエンジ、この試合きっと見てるよな。超優しい、こいつ、マジで。本当にデザーム優しくて好き。スコ、デザーム。あの、これ、きっと必要だと思って。いや、セーブさせてくれない。うわ、マジか、望月。望月。しゃあねか。相手とどれだけ離れていても、正確に距離を言い当てる。まあな、じゃあ、ベンチの外にいても、俺とお前の距離は変わらないと。ちょっと待て。てるん、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 てるん。エンド。いや、ちょっと待ってくれよ。遠藤がゴールキーパーじゃ勝てねえよ。津波、吹雪、木戸、亀山、フィールド。遠藤がゴールキーパーじゃ勝てねえって。ナメプすることになるぞ。でもガード42のライデン外す。しかも、いや、これ絶対入れるべきだ。左サイドバックライデン。どう、左サイドバックライデン。で、軌道を言うと、マッチ、いたわ。いや、マッチだ、ちょっとマッチだ、お前一回だけじゃ、お前さ、次、ホーントコレイトもしくはスーパーフィッシュコンビで、取れなかったらお前チェンジだからな、小暮と。任してくださいよ、加藤さん。なんでデザーム、ほら、来た。デザーム様のポジションは、本当はキーパーじゃなく、フォワード、言っただろ。だが、そのキック力の凄まじさゆえ、すぐに勝負がつきつまらない。そのため普段はキーパーのポジションでシュートを封印してるんだ。これから始まるのは奴らが壊れるか、我らが壊れるかの真剣勝負。セーブさせろよ、おい。くん、くんけくんくん。くん、くん、くん、くんけくんくん。くん、くんけくんくん。あ、ゼルがゴールキーパーになってる。あー、すんごい強い。すんごい、すんごい強い。おい、おい。グングニール覚えてる、グングニール。これだ、これ。俺には、これがある。あー、まあ、使われた。いや、この感じ、イベントじゃねえ。この感じ、負けイベントじゃねえ。勝たなきゃ、俺。うるさい。お前の力を借りなくたって、僕は。二人で力を合わせて完璧にならなきゃここにいる意味がねえんだ。うおー、何これ。うわー、なんだこれは。クー、1対1。おー、ボールを奪ったが面白い。さあ、お前の力を見せてみろ。俺はアツヤにならなきゃならないんだ。エターナルブリザー、なんかイベント始まっちゃったんだけど。今マジで1点取れそうだったじゃん俺。片手で。そんなバカな。吹雪しろ、お前はもう必要ない。シロとしても必要ない。アツヤとしても必要ない。じゃあ、俺は、一体何なんだ。これ以上、吹雪の試合、ちょっと待って、でも吹雪じゃなきゃ点決められないって。彼は、一度ベンチに下げます。今、そしたら塗り壁が出ることになるからダメです。僕は、吹雪、一回冷静なれ。一回目を覚ませ。バケツに水を入れて、ジャバってかけて、この試合だけ、じゃないとお前の代わりは塗り壁しかいなくなる。
そこで見ていてくれ。俺たちみんなでお前の分まで戦い抜く。ちょ、来てくれ、ゴーエンジ来てくれ。ここ以外に、ちょ、ここ以外にないだろうが、お前、マジで塗り壁出すことになるぞ、お前。仕事しました感出してる、こいつ。おい、顔見てくれ。悪い仕事じゃなかったぜ。今回の仕事もなかなか手強かったぜ、感出してるね。こういうのが大事なの。うちのチームを陰で、屋台ボールだな。町田の笑顔。まだいるからな、石山。え、ザ・ウォール覚えおい、ちょっと待って、こいつザ・ウォール覚えてる。育つぞ。で、これザ・ウォール覚えてるんだったら、マジで、石山の方がいいわ。このメテオシャワーとかいう技、マジで強いんだけど。止めるしかねえわ。いねえもん、ディフェンダー。いや、もうマジンズハンド打つしかねえわ。メトロンって何使える？これ通常シュートかな。待って、メテロンってディフェンダーだよね。ガイアブレイク持ってるんだ。ガイアブレイク、マジンズハンドじゃ止めらんねえよ。止めれる？いや、絶対無理。絶対無理。絶対無理。これマジで強いの。最強の技と思う、俺。これ1点やってから考えるわ。さあ、余興はここまでだ。私の魂を込めた一撃、受けてみろ、遠藤守。ちょっと余興じゃないんだ。意味がわからない。意味がわからない。止めてみせる。正義の来た声。いや、もうワンチャン全裸終われ。ダメだ、エンド間に合わない。キャプテン今助けるっすよ。いやー、すげえ、止めた。止めたけど。おい、今のシュート、あの嫌な波の感じ、もしかして海に出る渦の正体は？その通り。あの海の渦はデザームさんの必殺技、グングニルの特訓の後だったのよ。俺の海を荒らす奴は絶対に許せねえ。遠藤くん、大丈夫？大丈夫さ。右腕が折れただけだ。俺もしかして正義の鉄拳のヒントつかめたかもしれん。ちょ、頼む、もう帰ってくれ。一歩しろ、帰ってくれ、頼む。もうここでもう一回楽しめとけ。ぐわ。遠藤くん、貴様らの力はまだこんなもんじゃないはずだ。さあ、立て、ライモン入れ、ブーンね。来た。エイリアの仲間になれ。我らの計画にはお前の才能が必要なのだ。どうやら妹のことがよほど大事のようだが、ならばこれ以上エイリアに歯向かわない方が利口だと思うが、妹はエイリアが監視している。お前が下手な動きをしたらいつでもわかるな。くっ、ぐー、立った。ぐっ、うわー。おい、炎の男、お前、遠藤たちの仲間なんだろ。近くにいるなら何で助けねえんだ。もうこいつらのことはどうでもいいのかよ。お前が決勝戦から逃げ出したせいで木戸川は負けたんだ。絶対に許さないぜ、この卑怯者。違う。強炎寺はそんな奴なんかじゃない。大丈夫だ、あいつはきっと来る。俺は信じてる。強炎寺、サッカーやろうぜ。サッカーやろうぜ、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 サッカーやろうぜ。すまない、俺はこれ以上、友を裏切ることはできない。パサッ。来たー。クソかっけえやつ来た。クソいいじゃん。待たせたな、エンド。いつもお前は遅いんだよ。めちゃくちゃいいじゃんね。めちゃくちゃいいじゃん。ハードル超えてきたじゃん。なんでアベマのスタッフは止めてたの。もうそのもう前回これでいいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん。コウジ君、コウジさん。これがコウジさん。この迫力、存在感、すごい。やはり現れたな、伝説のストライカー、ゴーエンジ。ちょうど前半も終わったところだ。お楽しみは後半からでしょ。ねえ、だったらさ、前半に取られた1点返してもらえない？ねえ、あれ1点返してもらえないかな。いや、もう外せるやついないって。いや、ちょっと待って、誰か外さなきゃいけない。え、やだやだやだ。いや、断る。石山かわいいのに、こいつ。石山。いや、町田だろ、いらねえやつ。絶対町田の方がいらない。絶対町田の方がいらないって分かってるのに、なんだこの絆は。
これが絆ファイヤーだ、みんな。無理だ。町田外すぐらいだったら俺がやめる、このゲームを。ごめんな、石山。スリーで使ってやるからな、石山。ごめんな。おい、炎の男、お前今まで何やってたんだよ。その話は後だ。まずはあいつらを倒す。よし、今は試合に集中しよう。ちょっとゴーエンジのステータスとか技見ようぜ。後半はゴーエンジにボールを集めて点を取るんだ。頼んだぞ、ゴーエンジ。ああ。ダーン。キック。54。勝てる。そして誓いのペンダント。最終フォルム。爆熱ストーム。くらえ、爆熱ストームぶっかましてやろ、マジで。あった、来た。おい、爆熱ストームぶちかますわ。そういうことだったのか、じいちゃん。究極奥義に完成なしってのは完成しないってことじゃなく常に進化し続けるってことだ。うおー、ぐんぐんにルー、うわーやーべえ、こんなん絶対強いでしょ。できたー、これが常に進化し続ける究極奥義、正義の鉄拳だ。ぐわー、正しい技だと。こいつさらにパワーアップしたというのか。余計そのまま転がってゴール入れんじゃん。来たぞ、おい、お待たせいたしました。これゴーエンジにパスして一人ぶち抜いて決めろ、ゴーエンジ。見せてやる、これが俺の爆裂肌コーナーだ。ゴーエンジの力が見上げる。ゴーエンジ TV が全開した。超強そう、マジで。これ絶対入るだろ、こんなの。あ、敵も使ってきた。やったやった。妹さんのことならもう心配いらない。エリア学園に監視された妹さんは無事に保護されたそうよ。ええ、たった今 SP フィクサーズから電話があったわ。さあ、ゴエンジ君、思いっきり暴れてきなさい。暴れやがおい、何が見てんだ。絶対点取らなきゃ。爆熱ストーム1回も発。これ、おい、お前らビビんなよ。これがゴーエンジだ、うちのスーパーエース。貫け、よし。これワームホールって最強の技だろ。強っ。これ軌道が3人技の稲妻ブレイクで打てるようになったんだよ。ってことはゴーエンジに速攻渡して抜きまくって、抜きまくりゴーエンジからの強すぎる。この野郎、起動見せようぜ、久々に。3人揃った。これ最強の技だからな、前作の最強の技だからな。なんで、ちょっと動揺するな、動揺するな。ゴーエンジしか決まんないんだ多分これ。いや、ちょっと待って、爆熱ストーム1回しか打てなかったじゃん。俺があれ使わなかったら、あ、勝った。でもよっしゃ。あ、よかったよかった。あ、勝った。でもなんか勝てた。本当に憎たらしい相手だ。だがまあ良い。私は貴様らとサッカーをしているとき初めて生きていると実感した。サッカーをすることが楽しいとすら感じたのだ。これこそが私の最大の計算ミスだった。もはや我々に帰る場所はない。だが我々はいつまでもエイリアを、あの方を称え続けよう。次に会ったときはもっと楽しいサッカーやろうな。あのときもし監督が行かせてくれなかったら、俺はあいつらの仲間に引き込まれていたのかもしれません。ゴーエンジはエイリア学園に脅されていたんだ。自分たちに協力しろ、さもなくば妹がどうなっても知らないぞってね。パパと SP に頼んでゴーエンジのことずっと調べてもらってたんだ。でも計画が成功するまでは誰にも話しちゃダメだったから黙っててごめん。お前有能じゃねえか。チームを去った後、俺は一人で旅をしながら特訓を続けた。いつかエイリアの監視からユーカを救い出す、それだけを考えていた。バカ野郎。ゴーエンジ君どうだった、久しぶりのライモンは。ああ、最高だ。だがメンバーが変わりすぎていて、まず自己紹介からしてほしい。風丸はどこ行った？染岡はどこ行った？染泣いてるぜ、染。なあ、染。津波君は今日から正式にチームに参加することになったのよ。まあそういうことだ、よろしく頼むぜ。ディフェンダー4人にロングシュート全員覚えさせて、後ろからロングシュート打ちまくるチームにしよう。この選手の出た津波さんって3年生だったんですか？あれ、言ってなかったか？よし、ライデンの同級生が。え、エイリア学園の本拠地？場所、富士の樹海。そこにはジェネシスもいるはず。早速準備をしましょう。剣崎君、これは君の死体ですよ。分かっていますね。はい、旦那様。聞けばガゼルも君の命令を無視してどこかへ行ってしまったとか。まったく君には失望させられましたよ。次こそは必ずジェネシスでライモンイレブンを倒すのです。ズズズ、
さもなくば君は用なしです。え、ふふふ、ゴーエンジの妹だとそんなもの大したことではない。奴らは本当はもっと大事なものを失っているんだから。え、ふ、はぁ、はぁ、なに、もっと大事なものって。はぁ、ついにエイリア学園の本拠地、みんなの心を一つにして、さあ勝負だ。次回最終決戦、ジェネシスの脅威、これがライモンサッカーだ。最終回、次